はいどうもゴミです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしてまいります。で今日はですねクイヒードラゴンライダーに関して見ていこうと思っておりまして、これ今タンホール14においては世界大会レベルの、まあ、そういった、まあ、トップクラスの大会だったり、あとレジェンドの上位勢でもかなり愛用している方が多い戦術ですね。で、クイヒがやっぱり上手い方にとってはすごく使いやすいっていう、まあ、特徴があって、何せクイヒが途中でやられてもドラゴンライダーだけで最後まで持ってきちゃうぐらいの、ポテンシャルを持っているその組み合わせなので、やっぱりですね、弱いわけはない、時間切れだけがやっぱり辛いところかななんていうふうにも言われる、まあ、そんな戦術の今日はタウンホール13バージョンですね、これを見ていこうというふうに思います。練習対戦から見ていこうかなと思ってるんですけども、クラッシュユナイテッド戦ですね、こちらを、出していきましょう。で、ですね、今日は合計3本が13、1本14からなんですが、まず見てもらいたいのがこれですね。バリさんのアタック。バリさんがやっぱりね、この攻めうまいんですよね。で、クイヒーパートを、どういう風に使っていくのか、ドラゴンライダーをどう使うのか、で、あとタウンホールをどうケアするのか、この辺を見ていってほしいんですが、まずですね、何せこの攻めが13で使いやすいのは、こんな感じ、タウンホールに突撃艦エーティを投げて、でまあ、ここは援軍まで連れちゃいましたよね。で、さらにこうね、クロスボウにダメージ入れて、周りの防衛をこう、なぎ倒していくっていう。これ、タウンホール14じゃできないんですよね。ポイズン効果があるので、タウンホール壊した瞬間にイエティが完全に足止め食らっちゃって、で、ろくな仕事をしてくんないっていうことがあります。なんですけども、タウンホール13では、この突イエティをまず、タウンホールに投げ込めるっていうメリットがあるので、これでもうサイドカットをだいぶ綺麗にできてますよね。このサイドカット効果のおかげで、アーチャークイーンしっかりとこの、グランドウォーデンのね、いる方面に歩いていきます。で、壁を割って中に入っていくという感じですね。で、うまい。バリさんやっぱうまいのでね、なんていうのかな、細かいところまでいったらキリがないんですけども、ここのカットしっかりしていて、キングをね、投石に入れていく。で、アーチャークイーンはこっちにまっすぐ詰めていくっていう、こういうね、この面の取り方、この面を全部、綺麗にしていく突撃艦クイーンキングですよね。こういったルート作りをもうスピーディーにしてるってところがやばいですね。さらにここ、4時側5時側ですね、ここね、クイーンがそれないようにバルーン1体出して迫撃壊すとか、これね、迫撃のダメージが怖いんじゃないんですよね。キングが、あ、クイーンがそれちゃうのが怖いので、うまい。すごいですけどね、はい。まあ、こういうところっていうのはね、まあ、あるにせよ、やっぱり言えるのは、アーチャークイーンでしっかりとタウンホール周りを処理してからのドラゴンライダーパートのつなぎですよね。で、その中で着目すべきはこの攻めで言うと突撃艦イエティが使えるってこと。で、まあ、それ以外はね、割とタウンホール14で見る、クイヒードラライダー。まあ、そんな大して変わんないですね。本当はこれ多分トース機器をアーチャークイーンで処理したかったと思うんですけども、で、ここら辺までこうね、ロイヤルチャンピオンとキングで見て、で、投石機、この辺までをこうクイーンで見て、で、ドラゴンライダーはここの線をこうね、流していこうというふうに思ったんじゃないのかなという気がしますが、まあ、結果的にはドラゴンライダーが投石機を壊しましたけども、外周に行ったクイーンがしっかりね、最後まで生き残ってくれてるんで助かってますね。今のフリーズもよく、陸のクロスボウを止めましたよね。アチャクイーンがやられそうなところ、ドラゴンライダーをやられないようにスケルトントラップ止めるとかいうことを僕だったら考えちゃうんですけども、その後の流れ的にクイヒが来たのが圧倒的にまあ強いので、そっちを生かすためのフリーズにしたというところですね。お見事です。という感じでタンホール14と、どこが違うのかっていうところをね、今日はまあ中心に見ていきたいというふうに思うんですが、もう一本ですね、いきたいと思います。これですね、これシッチョさんが攻めているアタックになります。クイヒドラライダーで、これもね、クイヒがまあすごくうまいですね本当にうまい。で、タウンホールを取る時の方法って、アーチャークイーンで取る方もいるんですけども、結構それって、個人的にはリスクがちょっとやっぱ高い。まあ、やれるんですけども、他の方法で取れるなら取った方が、まあ、事故率低いのかなっていう気はしますね。今回は、ウォールバスターを当てていって、タウンホールに、向かわせるんですけども、ちょっとね、先に言っちゃうと事故が起こるんですね。事故が起こっちゃって、ウォールバスターが届かないから、もうとっさに、なんだ、キングでタウンホールを処理するような形を作って、いや、違う、これ、違うな。
間違えました。これキングで処理する気でいますね。ここをちゃんとカットしてるんで、キングで初めからタンゴロ処理するつもりでいるんだ。で、ここ火力が高いんで、イエティをウォールバスさんにつけて入れることによって、スーパーガーゴイルのダメージをそっちで吸収させて、その間にアーチャークイーンが先に進めるようにしたりとか、あとは、相手のアーチャークイーンですね、当たるところでグランドオーデンゾーなんかもあって、結構火力を分散させる必要があったから、これクイーン守るためのウォールバスターですね。完全にこれプラン通りですね。うまっ。ここまで考えてるのかって感じだな。で、これをやったとしてもアーチャークイーンの体力がこんだけ削られちゃうってことは、やんなかったらやっぱりクイーン落ちちゃうってところを見極めてんでしょうね、市長さんは。ほんと、なんか市長さん、あれですよね。前ツイッターでちょっと、顔を少し見たことがあったんですけども、イケメンだし、プレイも上手いし、ずるいな。とか、ちょっとね、焼き餅を焼いてしまいますけどね。はい。で、中央部分にアーチャークイーン入れていくって感じですね。で、この攻め方をする場合、結構多いのが、やっぱこの、九角形みたいな感じの配置、こういう配置に対して、中央のこの部分にアーチャークイーンを入れていくパターンが強いですね。ここに入っちゃうと、もう壁の外側をもう殴りたい放題なので、ゴリゴリ殴れちゃうんですよね。で、それで、ルートが狭まった限定ルートをドラライダーがしっかりと密になって突っ込んでいくという形で、さらに、後ろから来るガーゴールが出てますね、これ。この回収ガーゴールすごい大事ですね。こういうの早めに出しておかないと、このクヒドラライダーって時間切れがマジで多い戦術になるので、時間のケアすごく大事ですね。で、最終盤、あとアーチャークイーンがもうこの壁の外にはちょっと出にくいんですけども、もうドラゴンライダーこんだけ残ってればもう問題なしですよね。まあ、クイーンに関してはクロークも残ってるんで、やろうと思えば壁は、クロークでこんな感じでこじ開けることもできるしっていう、ここまでクロークを残せる、やっぱりクイヒー力があってこその旋回では、あるんですけども、タンホールのケアっていうのがさっきみたいに突撃艦イーティでやるとか、今回はキングで処理しましたけども、まあ、そんな感じでですね、いろいろ、タンホール13よりもバリエーションが作りやすいっていう感じですね。ドラゴンライトでね、タンホールを処理する手もありますよね。ちょっとまあ破壊率をうまく調整しないと、 51% 超えないとギガテスラだったりギガインフェルノにならないんで、ドラゴンライト反応しないってのはあるんですけど、反応させるレベルまで破壊率が持っていけるんだったらそれもありですよね。で、ちょっとですね、もう一本はタンホール14を比較として見てみたいと思います。こんな感じですね。チョコさんのアタックは、まあ、チョコさんのクヒドラライダー結構見たことがある方多いんじゃないかな。他の YouTube の動画とかですね。うまいです、これもやっぱり。で、タンホール14の場合って、やっぱりこのポイズン効果がすごく痛いので、先に言うとですね、これ突撃艦をタウンホールに投げるんですけど、スニークゴブリン入れるんですね、ここに。なので、もうタウンホール壊して終わりなんですよ。まあ、その周りにあるそのトルネとかがあった場合だったり、巨爆があった場合、それを解除してくれるっていうのはあるんですけど、そんなに、なんていうのかな、アドバンテージになる突撃艦ではないんですよね。13ほどですよ。まあ、タンホール14 の, このギガインフェルノってめちゃくちゃ強い、そのポイズン効果強いんで、まあ、それを突撃艦一発で潰せるのはアドバンテージなんですけども、まあ、13に比べたらやっぱりちょっと見劣りするかなって感じですよね。イエティで周りまで壊せちゃうんで。で、タンホールを壊す前にしっかりとですね、こういう黒風船、黒バルーンでこうホーミング回収したり、相手のババキン、あとはクロスボウ2本受けるところレイジを切らさず、しっかりとアーチャークイーン延命していくっていう、まあこういう基本がやっぱりできているっていうのは、まあ、言わずもがなのポイントですかね。さすがバリさん、チョコさんって感じですね。で、キング、これ多分ちょっと、ここに入れるはずじゃなかったと思うんだけど、多分こっちのアーチャークイーンをたげって、ヤクがこの壁開けて、ね、こっちの投石の方に入ってくれる3段だったと思うんだけど、多分これは5、3のキングの動きですね。まあ、だけども、まあそこから投石残ってもいけちゃうっていう、まあさっき言ったように、もうだいぶそのクイヒードラライダーって、戦術としてのアドバンテージが高い詰め方になるので、いけちゃうんですよね。ガーゴールにはしっかりポイズン、ストライカーにはフリーズということで、ここはレイジ、呪文2枚使ってですね、対処していきます。で、突撃艦ですね、上、一時方面から出てきてますが、これ若干トーンも早かった気はする。まあ多分ストライカーがやられないように早めのトーンも打ったんでしょうけども、タンホールに届く前にこれ溶けちゃうんですよね。これ危なかったですね。ホーミングがあったら落っこっちゃってました。で、ギリギリタンホールの手前で落ちて、中からはこうスニークゴブリンですね。ゴブリンを先に出して罠を解除してからのスニークゴブリンで、きっちりとタンホールを壊していくと。で、その後はもうゴブリンたちはもうやられるしかないんですけども、逆にポイズン効果っていうのは、誰もそこに入っていかないので、まあ、実質無効化できたという感じですね。
で、タウンホールをね、うまいなと思ったのは、壊してからのロイヤルチャンピオンを、タウンホール周りを掃除するためにこう出していくんですね。で、まあ最終的にはこの5時方面、あ、7時方面かな、の投石ゾーンでみんな合流するわけなんですけども、こういう風にガーッとね、合流していくんですけども、あの、ロイヤルチャンピオンをやっぱ出すときって、あの、迷うと思うんですね。こういう風に、進行方向から見たどちら側から出すかみたいな。タウンホールの周りを処理するのに出すのっていいのかもしれないですね。そこにシングルインフェとかあったらきついんですけど、それがないのであれば、シングルインフェがないんであれば、タウンホール周りって言っても、タウンホールさえ壊しちゃえば大した火力ないのがまあ、通常なので、そこのケアに出すっていう方法は、割と使用頻度高いのかな。迷ったらそこから出してもいいのかなっていうぐらいに、個人的には思ったりしていますね。はい。で、ラストに関しては、こちらですね、から見ていこうと思うんですけども、ラバルを1本見ていきます。で、クイヒドラゴンライターとラバルの違いってどこにあるのかなっていうところをちょっとこう考えていきたいんですけども、やっぱりラバルの方がスピードは少し、あるよなっていうところを感じますよね。まあ、平日の呪文を持っていけるっていうところもでかいですし、まあ、それによって施設をね、効率的に壊していけるんですよね。ドライダーってもうそもそも5体とかそれぐらいしか積めないから、まとまって動いていくしかないし、で、まとまっていくっていうことは、広い範囲を同時に壊せないんですよね。なんですけども、ラバルであれば狭い、広い範囲を一気にこうね、散らかしてこう、一斉に壊していくみたいな使い方ができるんで、そこがアドバンテージなのかなっていう気がしますね。で、これも突撃艦イエティ、おそらくこれですね、イエティで、相手の援軍を釣って全部処理しきりたかったと思うんですけども、ちょっとそうは言ってくんなかったですね。なんで、アーチャークイーンで釣っていくっていう形になっていきます。レイジを使って、ストライカー、さらに、ババヤンキング12時方面カットですね。お見事ですね。すごくスムーズに入っていきます。まあ、こういうところがやっぱね、できないと、このクイヒードラライダーもクイヒーラバルもできない。で、まあ、クイヒーが落ちちゃった場合に、ラバルの方が割と、なんていうのかな、スピードはあるけども、破壊力はないっていう感じかな、がするとこですよね。クイヒーがいなくなっちゃうと、そこでゲームオーバーになるケースが多々ありますので、まあ、それに比べて、ドラゴンライダーはクイヒーがいなくなってもワンチャン全開まで伸びるけども、時間が足んないっていう、まあ、そこの、違いですね。これ2分30秒ぐらいで、全開してるんですが、ここからドラゴン、ラバルパートが出てから、始まってから約1分間で全開に持っていけちゃってですね。これドラゴンライダー使うとやっぱり1分2、30秒ぐらい見とかないと全開まではなかなか破壊が進まずにゆっくりいくので来れないんですけども、この辺がやっぱりそのドラゴンライダーとラバルの違いなのかなっていうところですね。はい。で、さらに、ちょっとこれはですね、さっきのドラゴンライダーパートでは見れなかったんですけども、これ、タウンホールのケアをこうね、バルーンでできちゃうっていう、まあ、ドラゴンライダーでもできちゃうんですね。こんな感じで、爆破ダメージさえ、無効化してしまえば、タウンホールにこう、ヘイストかけていくことによって、ポイズン効果食らわずに、動きはスローになっちゃうんですけども、でもやられないんですよね。ダメージがそこから入ってこないんで。まあ、ちょっとだけ、周辺の防衛からダメージ受けるけども、そこさえ耐え切れちゃえば、こう、バルーンが最後まで生き残ってくれる。これドラゴンライダーでも同じことが言えて、タウンホールを、バルーンなりドラゴンライダーで処理しやすいっていうのがタウンホール13の特徴になってくるのかなというところですね。そこもだからさっき見てもらった、タウンホール13におけるタウンホール処理、突撃艦イエティを当てていく、で援軍を釣れるパターンですね。これすごく美味しい。で、キングで、壊していく。さらには、ドラゴンライダー、今回はラバルでしたけども、この舞台で壊していく。で、この3つの、選択肢が、取れるので、タウンホール14みたいに、やっぱりその、キングで壊していくか、ないしは、クイーンで壁越しに壊すか、あと突撃艦を当てて、で、イエティではないですね、もう完全に2-5部で、確定で壊していく。その周りはもう残っちゃってもしょうがないっていう壊し方をする。まあ、この辺に比べると、自由度はやっぱだいぶ高いですね。イエティが使えるっていう点と、あとドラゴンライダー、バルーン、こういった、ユニットで壊していけるっていうね。自由度が高いので、とてもですね、使いやすい、編成になりますので、14でも当然、無双できる強い戦術ですから、興味がある方はですね、ぜひ、タウンホール13から始めてみてもらえると、14にスムーズにこう上がっていけるんじゃないかなというふうに思いますので、ご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日はタウンホール13におけるクイヒードラゴンライダーに関して見てまいりました。
かがでしたでしょうか。こんな形でですね、私のチャンネル、クラン回転の、クラン対戦の、解説系の動画やっております。パンフォール12から14まで幅広く扱っておりますので、ぜひね、これからもご視聴どうぞよろしくお願いいたします。そして今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本日この辺で終わりにさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。